しのぶさん。ピローのこと、本当にありがとうございました。そんなこと、しのぶさんが頑張ってくれたおかげです。パパの誕生日、
り忘れてた。うん、それで今回もそのお誕生会するってお兄ちゃん。ないかな。それでコウタさん来れるかなって。もちろん参加させてもらうよ。よかった。あ、でもプレゼントまだ。どうしよう。って、しのぶくん！こんにちは。なんでここに？はい。
しのぶちゃんの夢みたいね。危ない目に遭ってるらしいわよ。それでは今回はこの辺で勘弁してあげるです。
選ばれて僕が委員長になったんだもん。夏休みの間だけだけど、のんびりできるともっと嬉しくて。そんなにしみじみ言わないでよ。僕ってものすごく不幸な人みたい。突然よくメルちゃんが噛まれてたもんね。他の子に対してマーなんでしょ。エナジーが混じったおかげね。あら？あまりないわれようね。らしいわよ。どんな夢見てたのかものすごく気になるわね。しのぶさん、しのぶさんのことは私が助けます。安心してくださいね。
したのかしら、ベルちゃん。あら、やけに信頼してるじゃない。起きましたね。メルカじゃないですよ。遅刻しちゃいます。はい、そうですよ。ラジオ体操なのですよ。おきゅう、寝ちゃダメですよ。みことさんもラジオ体操はしっかり行くようにって言ってたじゃないですか。これも皆さんを幸せにするためですよ。それは
ちいいね。おはようです。おはよう、ヒロちゃんもおはよう。全然来ないから迎えに行こうかと思って。うきゅう、それはきっと目覚ましが止まっているですよ。ダメよ、規則正しい生活を送らないと。そうです、ちゃんと朝起きないとダメですよ、しのぶさん。それじゃあちょっと迎えに行くので、二人は先に行ってて。はいです。さあ、私たちは一足先に公園に行きましょう。どうしたんだよ、天気もいいし空気もいいのに。なんだなんだ、元気ねえな。当たり前だろ、気合が違うぜ、気合が。いつもはもっと遅いのに。おはようって、本当に眠そうだね。そんだけ眠そうな顔してれば誰でもわかると思うけど。なんですよね、毎日起こすのが大変なんですよ。おきゅう、中山くんってしっかり者のようで意外な弱点があるのね。そこがいいんじゃねえか。タカは運動も勉強もできるからな。欠点の一つもあれば親しみが湧くよ。あ、そうだ、実は急で悪いんだけど、今日と明日の昼間って空いてるか？実は明日双葉の誕生会なんだけど、忍とメルッチとイマイチ来れるか？イマイチ言うな。来れないのか？いや、行けるけど。おお、さすがオイラの妹だぜ。私も大丈夫ですよ。そっかそっか、それはよかった。この
のバカすっかり忘れてたのよ。まあそれはともかくだな。今日の昼あたりにでもその買い物に行こうかと思ってたんだけど、一緒にどうだ？今日ですか？目立つところでやらないとな。しのぶさん、私たちも行きましょうよ。ぎゅー、一人は危ないですよ。仕方ないじゃないか。朝は僕が最も苦手とするものだよ。ああ、おはよう高山君。そうは思わないかい？どうし高山。というわけで、弥生はみんなの元へ行ったまえ。あれ？それじゃあ隼人ちゃんは？高山と一緒にここで友情を深めることにするよ。あらあら、仲良しさんね。まさかと思うけど、二人して寝ちゃダメよ。いや、しかしお互い毎朝大変だね。僕も高山と同じく朝にはめっぽう弱いのさ。ああ、今日は寝ている僕の顔に濡れタオルをかけられたよ。その通りさ。高山もメルちゃんに起こされてきているのだろう。高山も大変なのだね。せっかくだからやっていくかい？